おはようございます。ゴスケ屋でございます。寒いの、もう急に寒いの今日。寒い雨が降って暗い朝でございます。今日はよいしょ、ちょっとね、作業はお休みして、ちょっとね、このゴスケ屋動画の楽しみ方みたいなものをね、ちょっと話してみようかなと思うんですよ。何度も見てる人にとってみたらね、こう当たり前っていうか、もう慣れてるかなと思うんですけど、基本的に何の準備もしておりません。なんかポリシーっていうものでもないんだけど、もうまあとにかく準備はしておりません。で、ありのまんま、失敗は失敗として、やらかしちゃったものをやらかしちゃったものとしてそのまま出してます。なんかね、そう、どうにでもできるじゃん、動画だってさ、いくつもテイクを重ねればうまくできる、できないこともできるように映したりとかもできちゃうじゃん。でもそういうんじゃなくて、このありのまんまのこのリアルなものを見てもらえたらなと思うんですよ。で、この台本みたいなのもないし、だから、なんていうのかな、すごく単調でつまらないこともあると思うんです。でも、そんな中でもこう、なんか急に思いついちゃったりとかして、あれ、これこうじゃねって、作業の途中に、こう、なんか急になんかやり始めちゃったりすることもあるんですよ。なんでね、まあ、こう、ゆるい感じで、そんな風に見てもらえたらな、なんて思ったりもしております。なんか、そう、ダラダラ喋ってる時もあるし、ね、作業しながら、なんかこうすごく伝えたいこととかがあったりとかしてね、やけに熱く語ってる時もあったりもするんですよ。それとかね、自分ですごい気に入ってる道具とか、見てよこれなんてやったりすることもありますけどね。基本的にさ、こう見やすい動画とかね、こうバーンってなんかワイプで入ってきたりとかね、いろいろあるじゃん。こう文字を入れたり効果音を入れたり、見やすくなってかっこいいかったりするのはもちろんいいと思うんだよ。こんな動画よりそっちの方が全然いいとは思う。でも、なんだろう、その編集が大変で、ね、更新頻度が下がるんだったら、俺の場合はそれはちょっと問題というか、意味がねえかなと思ってるわけです。なんていうのかな、あくまで、そうそう、本筋はなんか物を作ったり、なんか開発したり、なんかやってる方が、なんていうかな、メインなんです。で、こっちは本当ついでにやってるものなんで、こっちがメインになっちゃ逆にダメなんだろうなっていう頭もあったりするんですよね。だから俺が2人いりゃいいんだけど、それとかね、この映像専門にやってくれる人でもいりゃいいんだけど、まあそうじゃないんですよね。だからそこら辺のリアルなところをね、リアリティみたいなところでこう発信できたらなとは思ってます。でね、もうこれ情報解禁でいいのかな、そろそろ解禁でいいのかな、いや、まだ確認取ってからにしよう。今日ね、物が届くんですよ。明日もまた物が届くんです。いろんな物が届くんですけど、それが届いたら、次回の動画をお楽しみにしておきましょうかね。ちょっとこれまた業界には全くなかったものなんで、新たな試みが結構入ってます。いろんなことにチャレンジしているものです。そんなもね、リアルタイムでお届けできたらなと思っております。ちょっとね、今日はこんな動画になっちゃいましたけども、眉毛事件書いたでしょ、眉毛事件。YouTube では言ってないんだけど、SNS とかブログには書いてあるんだけどさ。だから、チラッチラッと顔は映ってますけど、眉毛映せねえって、こんな感じでございます。こんな、私ですが、よろしくお願いします。そうは言ってもね、少しぐらいさ、軽く要点をまとめて何を今日は話そうみたいな。で、箇条書きでもいいから書いて、こう、そこらに、ここらに、この壁にでも貼ってさ、それチラチラ見ながらやった方が話はまとまると思うのよ。
そうそう、そんぐらいはやろうかなとは思ってます、うん、実際やるかどうかわからんけどね。そんなんでした。まあまあ今回この喋ってる内容はちょこっとね文字に起こしてみようかなと思うんだけど、軽くねまとめて、そういうまとめたものをね軽く書いて、置くぐらいはやろうよって自分に言い聞かせております。ってな感じでございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。